やーイ、ダボ、ジャマン、ダッジャガ、カルピス。プロ野球歴代で一番ヤバい打撃フォームランキング。サボはあんま知らないんで、まあ1人、他はみんな2人ずつ用意します。うん、まあ3位まで決めて、次の1位は最後って感じで。早速じゃあ、はい、僕からいきます。僕の1人目、バティスタ。やばいよね。やばい、俺もやばいよ、俺も。で、1巡目決めも一緒という。一緒、バティスタ。もう見れば分かると思う。フォームえげつないから、サボ知らないと思うから、一応そこで、そうね、大体こうだ。そうだ、大きさが広いんだね。おっ、なんか突っかかってくるとこが違いすぎて諦めた。じゃあ、のりさん。種田選手でございます。あー、これはもう、やっぱり変な打ち方って日本人少ないのよ。確かに。まあ、の中でノミネートってなったらもう種田選手。一応言いますね。まあ、今度は普通にこうだとします。はい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 、こんな、そう、ガニ股で。あー、めっちゃ低姿勢なんだね。なんかここみたいな。おおおー、やめて。リボンさん。はい、中日の和田。あー、結構確かに強いな。なんか慣れちゃったりせいで、なんかそうそうそう、触れないけど、やばいわ、普通。結構いろいろ出てくるよ、これ。いろいろ出るな。大地さん。僕様、ズレートだ。おー、出た。ズレータ、ズレータわかる。名前もわかるよ。ノリバやったもん。俺もノリバやってた。やってた。めっちゃ突っ込んだれよ、これ。かわいい。かわいい。バレンティンだ。そう、バレンタインです。一枚違うだけで人が違う。白人だって思ってるからね。白人と巨人だからね。巨人じゃない。ダボンさん、お願いします。デスパイネーですよ。普通の人ってさ、こう打って、まあ言うて両手持ってるじゃん。なるほどなるほど。やっぱデスパイネーはもう力ありすぎて、もうこうやってめっちゃ見てんじゃん。片手で話すのデスパイネーだけで。そう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 、だからすごい。ジョミネート、ドミネート。おー、やった。僕2巡目。はい、落ちや。おー、あー、なるほど。落ちや、変よ。あいつやばい。てか、あの人から神主だ方が生まれたからね。そうね。一応フォーム言うよ。あー、一応ね。こう。あー、剣道みたいにね、ちょっとこうやってね。おう、やー、やったー。待ってました、俺がやった。毎回笑ってもらう。ちゃんと笑ってる。待って、笑こいつに関しては爆笑する。待ってる、すごい。打撃理論がめちゃめちゃすぎて、そういう意味でもやばい。そうね。インコースのもうボール球みたいな球を、なんかもう、こんなになってレフトスタンドぶち込む。しかもスイングめっちゃ遅く見えるね。普通はね、右方向、逆方向に打つ場合は右方向に重心を持っていくの。ああ、なるほどね。この人なぜか反対に重心向けて右方向にホームランを打ってる。そんなんできない、誰も。普通できない。だからこの人全然指導できない、合わないのよ。前例がないのよ。この人しかいないから。天才すぎて合わないのに、なぜか監督やって超定的なこと。それも天才的に。すごいな。さん、はい、田崎選手。ああ、あれはあんな足の開きがないって、あんな日本人でな。俺ももうこのメンツに立ち向かえない。一発目のバティスタの方が開いてるし。そう、楽戦だよ、楽戦。粘るべきではないな。すごい、落ち着いてますね。え、あ、落ち着いてますね。さっきからすごいドアどんどん。そう、ガンちゃん言ってるんだ、さっきから。今の音大きかった、今。でかかったね、今ね。では、のりさん。サフィーローズ選手でございます。あー、はい、ロッテか。ローズ、あ、かぶった、ローズ。おー、まずこれいらんくねみたいな。そう、それならめっちゃ長いよ。いや、ほんとこんなんか。まず曲がるから。顔もカッテルつけてるね、完全に。おーってやめろ。じゃ、最後、大輝さん。ブー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 マイク・イースラー。わかるよ、これは。超アッパーらしいね。そう、ここ、富津や。むしこんな感じ。出てねえじゃん、もう。打てんの、これで。全作戦選手がノミネートされました。まあ2位から決めましょうね。1位の人だけ胸にしまっておいてください。そうですね。デスパイネ、落合、ズレータ、バティスタ、和田、里崎、ローズ、イースラ、タネダ、落合、そんな感じ。じゃあこの中2位決めていきましょう。それでは2位の発表です。誰ですか。大輝のマイケル・イースタン。マイケル・イースタン。マイケル・イースタン。バッテ、マイク・イースタン。マイク・イースタン。全部一緒だ。僕が落合。バティスタ。落合。落合。落合です。逃げてー。あー、マジか。
でも上位に食い込んでくる。そう、やっぱ食い込んでくる。食い込んでくるんですよ。少年野球の全てを壊す。あいつはもう一番少年野球の敵だよ。見ちゃいけないです、あの人。では3位の発表に移ります。うるさ、怖いね。やべえ、めっちゃバンバン、めっちゃ怖い。ボール、種だ。ローズ、種。お、和田、種だ。わー、ほんとこう、うん、ガチガチガチ。あ、なるほど。じゃあやっぱ意外とみんな意見合うな、うん、ちゃんとやっぱ順位つく。あ、うん、それでは緊張の1位の発表に移ります。あ、いいね、来た。それではどうぞ。デスパイネ退場。大丈夫なの？めちゃくちゃ褒めてたじゃないですか。こいつしか片手で振るやついないって。あ、そうだよ、言ってたじゃん。野球やってるここの4人全員片手振ります。えっ、それはまずいよ。やってるわけじゃなくて、当たった後片手になってるけど、うん、あ、そうなんだ。結構おる。あ、片手で打ってるわけじゃねえんだ、あれ。それは片手で打つより両手の方がいいでしょう。まあ確かにな。退場。じゃあ僕、はい、バティスタ。イースラ。バティスタ。はい、バティスタ優勝。バティスタ。いや、もうそう、そうせざるを得なかった。バティスタですよね。あんたおらんもん。初めての衝撃がそうだった。うん、うん、てか改めて自分でやってこいつしかいねえなと思ったもん。めっちゃポカポカ。え、マイク、え、待って、どうなる、動いてんじゃん。やばい、マジ動いてない。マジガチ、それはやばいわ。ガチで動いてた。動いてた、動いてた。マジ動いてた。急に止まった。こっから見てたもんだって。誰かいる、開けてみて。は、何もないし。で、やっぱバッターボックスの使い方を間違えすぎて。マジで間違えた。めっちゃ面白いね。はい、ということで日本のプロ野球で一番ヤバい打撃フォームはバティスタに決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。感動ありがとう。次はね、投球フォームのヤバいランキング。あー、ヤバいよね。こっちがね、つけていきたいと思いますので、楽しみやわ。共感した方、面白いと思った方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おい、待て待て、閉めんのか。おい、最後もういていいでしょ。最後ぐらい俺選手言わなかったんだから。おお、やめろ。